はそのまま AI 君がずっと学習して、はい、私の顔の特徴を学習する、はい、大学とかその理研とか研究機関とか、はい、あとはたまにまあ映像はそのまま AI 君がずっと学習して、はい、私の顔の特徴を学習するってことなんですか。まあそうやっぱりそれは AI が学習する上での情報量が減っちゃうからってことですか。いや、そうですね、まあ、単純に情報量が減るというよりむしろ増えるといった方がいいんですけれども、手が顔の前にあるっていう写真があることで、はい、まあ、それを一つの顔と認識してしまうわけですね。あ、なるほど。でそうなると学習がうまくいきにくい、ノイズになりやすいという。はい、ここにしゃもじがあるから、じゃあ私も一粒だけ、うん、これはうまい。あ、よく煮えてるよ。うん、よく煮えてるの分かったけど、一つ食べると私食うね、これ。え、よいしょ。こうやって食べてるところを定吉が帰ってきて見つかったら、あれ、旦那だって食べてるじゃありませんか、なんてんで、立場がなくなっちゃうね。どうしよう、見つかるのは嫌だけど、豆は食べたい。出版とパソコンの双方に興味を持っているという井上さん相手のやり取りはついつい弾んで、電話も長くなった。席に着いてからは、町人がすぐにでもそこにまた姿を現しそうな気がして、つい入り口の方を伺わずにはいられなかった。